豪雨によるたくさんの被害、皆様大丈夫でしょうか。甚大な被害だけに、大変心配しております。どうもこんにちは、G1 スタイルズです。モチベが低下、そしてなんだかんだ、1ヶ月ほど、全くログインできないまま、やっと今回に至りました。今回乗っていく戦車は、ドイツのティア9駆逐戦車、バッフェントレーガー4号型。みんな大好き、4号戦車の車体を使った、回転砲塔を持つ、駆逐戦車です。回転砲塔なのか？精度が良い 12.8 センチ砲に、ペラペラな車体、少し角の取り方に癖がある、しかし扱いやすい、駆逐戦車ですかね。まあ今回は、久しぶりの出撃ということもありまして、私がドギマギする映像をお楽しみいただきながら、少し雑談も交えて、お送りしていきたいと思います。先ほども言いましたが、1ヶ月、ボットにログインすらしませんでした。じゃあその間、別ゲームでもやってたのか？と聞かれれば、いやそれほどと。モンハンに夢中だったんじゃないの？と、お思いの方もいるかもですが、それほど時間は割いてなかったかな？ちょうどモチベが落ちた段階でこれ、いろいろと忙しくなってしまいましてね。毎年夏や夏前って、結構忙しいんですよね。去年もこの時期、そういやおっとやってなかったなぁと。動画はストックを小出しにしてたんだよね。というわけで、初動はこちらで構えよう。あれ？いや違う。ここじゃない。あれ？どこで構えるんだったっけ？あ、こっちかな？こっち入って。あれ？木を倒しておくんだったっけ？あ、やば。ちょっと待ってー。いきなり燃えるとか聞いてないよー。待って。落ち着け、落ち着くんだ。修道院ってどんなんだっけ？あれ？そもそもいつもこっちに構えてたんだっけか？HD 化してから変わって、それで、忘れた。てか知らなかったのかも。久しぶりすぎて覚えてないし。仕方ない。味方重戦車を盾に、援護射撃していく感じで頑張ろう。それにはもう少し前でなきゃだな。それで何の話だったっけ？あ、そうだそうだ。いいタイミングで忙しくなってしまってね。それもあって、バタバタの1ヶ月でしたね。いいダメージだ。なので代わりに何かってお話が、特にないっていうね。ちょっとこちらの戦いも忙しくなってきたな。Gテンは頭出しでハルダウン気味か、天板狙うか。弾吐き出すの見極めてからだな。あれ？今撃ったか？やばいなぁ、操作がドギマギする。よし、でも天板抜けたっぽい。ま、ボットのモチベ下がってなかったとしても、どのみちあまり遊べてなかったかもなぁと、そんな日々を過ごしておりました。おかげでというか、ゲームばかりしていた日常の見直しと言いますかね。結構アウトドアなことしたり、体を動かすこと、多かった1ヶ月でしたね。例えば先日、子供たちと一緒に、20数年ぶりに、ザリガニ釣りをやりました。木の棒にタコ糸つけて、スルメイカ吊るしてね。みんなやったことあるでしょ？大人になると、子供でもできない限り、ほとんどやらないんじゃないかなぁと。結果はどうだったかって？めっちゃ日に焼けました。日焼け止めしてたのにね。いやほんと、それに尽きると言いますか。子供の頃だったら、何匹取れたよーとか、大喜びするんでしょうけどね。大人になると、日焼けばかり気にしてしまいます。悲しいね。あ、でも、めっちゃ釣れましたよ。30匹超えです。さて試合に話戻して、東壊滅、自陣が攻められていたので、舞い戻って参りました。でもこれ敵引いてそうか？ちょっと様子見。起き偵察ではないけど、味方重戦車が西からなんかしてるし、それの様子も見ながらね。でも今手越し E1 が、北側にあった最終履歴から、交代したな。これやっぱ戻ったろうな。この修道院、東落としたからーとか、西落としたからーとかで、不用意に攻められないんだよね。中央も落として、それでようやく囲んでいく、みたいな。だから勢いに任せて、攻めてこない。と、ブランクありありの人間がザレごと言いますよーと。うん、あそこで止まるよね。で、中央をクロスファイアと。どうするかなーこれ。駆逐だし、ペラペラだし。防衛に回ったとしてもこれ、ここから先には動けないなー。味方が徐々に戻ってきてるし、陣形の立て直しか？それに付き合っていくしかないか。
あ、なんか来てたし。なんだ、仕事あったのか。いやない、仕事なかった。映像見直したらあそこの木が倒れてた瞬間があったし、見逃すとは、ぐぬぬだ。これもうさすがに攻めてこないな。ちょっと攻めてる側の味方の支援できないか見に行くか。移動中に先ほどの話の続き。そもそもなんでザリガニ釣りなんかしたの？という話ね。知人に保育士をやっている方がいるのですがね、保育園の夏祭りでザリガニ釣りをやりたいから、ザリガニ釣り手伝ってくれない？と、頼まれたんですよね。子供に混じって釣ってたら、小学生の子たちがさ、お兄さんたちなんで大人なのにザリガニ釣りなんかしてるのをって、集まってきちゃってさ、内心お兄さんって言われたことににんまりしていたのは置いといて、保育園でザリガニ買うからたくさん釣ってるんだよーって教えたら、僕たちも手伝うよーってなってね、もう大所帯でしたよ。しかもそこに、少年野球帰りの子供たちも集まってきちゃってさ、知り合いの水田の水路で釣りしてたんだけど、なんか事件でもあったんじゃないかってぐらい、子供に囲まれながらのザリガニ釣りでした。ちびっこ犬合わせたら、50は言ってたかな。大きめのを30匹ほど持ち帰って、夏祭りのザリガニ釣りは大盛況だったようです。ちなみにこれでも、釣りなどを趣味にしていて、釣ってきたオイカワという魚を自宅で飼っていたりするほど、結構水生生物の扱いには自信のある私です。ザリガニもたくさん集まったのを、ちゃんと丁寧に、数日間だけ飼育しましたよ。死傷者はゼロで抑えました。しかし今これ、戦車へのダメージすら、大して出せていないという事実。生き物がかりか私は。もう少し前進しないとダメか？というかまずいなこの試合、かなり惰性で動いてる。あまり戦局を読めてない、流れに流されてるだけな感じがする。まずいなぁ。鈍ったなぁ。ま、ザリガニ談義はこれぐらいね。ちなみに私が一番驚いたのは、この年になってもザリガニが触れたって事実ね。周りの人に話したら、すごく驚かれました。セミ取りとかも未だに躊躇なくできるんだけど、皆様ザリガニやセミって触れますか？どこかで聞いた話によると、最近の子供たちは、ゲームで遊ぶことが増えてきて、虫とかを触れない子が増えているんだとか。それこそ私が子供の頃は、生き物を捕まえるのが楽しみだったのになぁ。カエルとか捕まえてさ、お尻の穴に花火を突き刺したり、ストロー刺して膨らませたり、今思うとすごく残酷な遊びも、自分らの周りでは普通にやってたっけ。もう時効だよね。生き物さんたちごめんなさい。でもさっきの軽戦車には謝らない。戦いだもんね、仕方ないよね。なんだか味方さんたち、攻めに転じてるご様子だな。これ、オイラもスナイパーとして参戦した方がいいよな。移動しよう。あと他にこの一月でやったことといえば、初めて、栃木県の鬼怒川温泉にある、東武ワールドスクエアに、行ってきました。東日本住まいじゃない人には疎い場所かな？日本全国や、世界各国にある有名な建物なんかの、ミニチュアやジオラマが展示されてるテーマパークみたいなところね。前回軽く触れたけど、私は西日本生まれだけど、小学生の頃には、東日本に住んでてさ、最近は全く見ないけど、昔はよく、CM やってたんだよね。耳に残る CM をね、小山遊園地とかの CM も懐かしいなぁ。まあそれは置いといて。しかも年に数回は、栃木県の日光市や那須市に、遊びに行ってるんだけどね。近くは通るんだけど、行ったのは初めてでして、やっと行けたって感じでした。行った感想？人によっては、こんなものかーって思うかもしれないけど、私はすごく楽しかったです。あんなにミニチュアいっぱいあるのは、大興奮でね。写真いっぱい撮ってたら、これまた日焼けしちゃいましたねー。で、温泉入ってしみるわーってやつね。休みに行ったんだか疲れに行ったんだかわからないってね。ま、忙しいなりにも、休日は外で楽しめました。他に何したんだっけか？あ、そうそう、埼玉県の、イオン越谷レイクタウンに、カプコンカフェってのがあるんですけどね。モンハンのコラボカフェやっててね。それに行ってきたっけね。可愛かったなぁ、メニューやグッズが。と、休みに動画編集やゲームやってた今までとは違って、結構外に出ることが多かったです。忙しいとか言いながら充実してましたね。さて、ペラペラおしゃべりに夢中になっているうちに、だいぶ敵戦車も絞れてきました。自走砲も見えたぞ。ここらでほんと、ダメージ入れておかないと。いい精度だね。いやぁ、いっぱい無駄打ちもしたからなぁ。敵3枚が一緒に行動していて、動ける系の戦車3枚という、結構真面目な展開だなぁ。動ける駆逐に、オートローダー、オートリローダー。
攻めて勝てるって展開じゃないし、陣地占領じゃ間に合わない感じだな。自陣が見える位置で固まって、敵を出待ちして、運よくかっこ撃破できたらって感じかな。とりあえずそうするしかないかな。我々が敵陣攻めていってるのバレてるし、敵もそのままこちらの陣地を攻めてくるって気もしないよね。きっと自分らの陣地守りに戻ってくる予感。やっぱ味方自走砲のいる、あの辺りに陣取るのがいいかな。すごく言い方悪いけど、自走砲を餌に釣りをして、オートローダー、オートリローダーに弾を吐き出させてから、私や味方のシェリダンで叩ければってのが理想かな。闇雲に正面対決挑んでも、これ絶対負ける気がするし。それにみんなには黙ってたけど、味方自走砲の一人、山田さんだしね。いいよね。餌に使っても、私どももこれ以上動けんば、直射狙うか、軽戦車の目で、東から来た時に撃てるようにするか、ほんと弾受けしか仕事なさそうですし。必要とあれば弾受けしましょう。仕方ないよね、こうなっちゃうとさ。まあそう言いながら、結局私たちが前に出ておかないと、備えられないんだけど。敵は攻撃バリバリの戦車3台、こっちはこういう戦局で戦い抜きにくい戦車自走砲4台、数的有利とか、全然普通にできない展開。そこでシェリダンが見つけたのを撃つって感じか？いや違うな。これ敵が自分らの陣地戻ったんだったら、足並み合わせて後ろから攻めてくるよな。そんな気しかしないよな。わざわざ攻めにくい東や中央を突破してくるって、すごく考えにくいよね。だから山田さん、私がそっちを見ておきますから、少し下がったところで、直射でも構えててください。了解です。いや、でも私があまり前出すぎて、ローダーたちが数発撃って、装填のために引いちゃうって展開作っちゃまずいよな。もう少し引っ込んで、戻れないような状況作れるようにしとかないとダメかな？むそれがいいよな。少し下がるか。少なくともここだと左右から8の巣、1両ずつ相手できるとこで構えないと。ちょっと試合感に振りまくってるけど、これぐらいは考えて動けるようにしないと。あんま変わらないか？でもさっきよりマシかな？こんな感じか。シェリダンは北側見ててほしいな。これで背後から取られちゃシャレにならん。わかってくれた感じか？後陣取る他ないかな。籠城作戦というか、そんな感じ。うおー来たー。作戦通りドンピシャー。ダメージ上ぐれたー。うわ大成功。すげえ。やるじゃん私。これどうだ？こっちから残り2枚来るやつか？だとしたら死ぬなこれ。バージョン4が先行しててくれて助かったやつだし。3枚同時できてたら、テンパったはず。うお、だからシェリダンさん後ろを。いや、違う、これイタリアがこっちから来るんだ。ほらやっぱりー、だからバージョン4が先行してきたんだ。これは倒しきれん。でもせめて傷跡ぐらい。あとは任せたぞー。スタイルさーん。食らえてごしりわんね。くそー。しかし敵の残る弾倉はあと一発。ここはシェリダンのためにも受けてやらねば。最後は任せたぞー。戦闘結果です。2バッジをゲット。乗り始めてすごく間もないので、一応初めての2バッジ。雑談に夢中になり、中盤はあまり試合に触れてきませんでしたが、出遅れ気味の試合だったなぁ。試合感にぶってますね。行動に移すのが遅かったり、いろいろ忘れてることも多かったのは反省です。反面で、勝負感、直感の部分では冴えていて、最後は結構読み通りの展開だったかなぁと。死ぬのも含めてね。正直勝てるとは思ってなかったし、あと1、2発だけでもダメージ入れられたらなぁと思っていただけだったので、この勝利はほんと、儲けもんでした。敵のローダーが、自走砲に釣られてくれたこと、バージョン4を貫通、かつダメージ上ブレで一撃でやれたなど、運や敵のミスに助けられた部分も大きかったですね。
まあラッキーだったなぁと。一つ言えるのは、また私は出直してこないといけないなぁってことです。リハビリが必要そう。今年入って何回リハビリと言ってるんだかね、私。まあでも、モチベは戻ったかもしれません。結構久しぶりに、楽しかったですね。でも夏はまだまだ始まったばかり、もう少しバタバタしそうで、もっと日本腰を入れるのは難しそうかなぁ。また休みのプレイになってしまいそうで、やはり投稿感覚は、ちょっと空いてしまいそうです。徐々に慣らしながら、また頑張って、そして楽しんで、皆様にも楽しんでいただけるよう、動画投稿を細々と続けてまいりますので、応援のほど、よろしくお願いします。以上、今回はここまでとなります。最後までご視聴、ありがとうございました。私のモチベーションに大きくつながりますので、何かコメントいただけると、とても嬉しいです。そして震災、水害と、被災された皆様が、少しでも早く元の生活に戻れますことを、心より祈っております。知人友人も大雨の被害に遭われ、本当に心配している次第です。日本もオリンピックとか言ってないで、本当に救援と復興に力入れてよね。ではでは皆様、また次回お会いいたしましょう。まったねー。